サイコロジー。 Le Seraphim had a wholesome interaction with this Japanese girl group, XG. They revealed they are a big fan of them and wanted to be close to them. 忙しく各国を飛び回る2組でトーク。まずはワールドツアーのマストアイテムを聞きました。私はバリカンを持ち歩いてるんですけどお気に入りの小長さを保つためにこうバリカンをいつも持ってあのみちゃんにやっていただいてます、はい、私がちょっとやらせていただいてます。綺麗に決まってるもんね。最高だよ。ありがとうございます。え、他にも聞いていいですか？はい、私は筋トレグッズなんですけど、海外に行くと部屋で筋トレすることが多いのでトレーニングバンドなどのグッズを持っていくようにしています。すごくない？いや、休みなよ。部屋でも鍛えるんですか？最高だね。さあ続いては何でも XG の日向さんからルセラフィムさんに質問があるということなんですけども、日向さん。はい、皆さんプライベートが想像つかないんですが、趣味や休日どう過ごしているのかになります。これどうです、ルセラフィムの皆さん。うん、私はパンのお姉ちゃんたちと遊んだり美味しいものを食べます。はい。ね、美味しいものってな、どんなの食べに行くんですか？パン。お肉。お肉。それは。ちなみに、XG はどうなんです？この休日の過ごし方とか。そうですね。私たちは爆買いをいっぱいします。え、それどういったものを爆買いされるんですか？お洋服。最後に、ルセラフィムのユンジンさんから質問です。はい。私たちが大ファンですけど、私たちと友達になってくれませんか？マジオッケーですか？よかったね。よかった、友達だってもオッケーですってどうですか？よかったです。ぜひちょっとね、皆さんで焼肉の爆食いをしに来ていただければ